皆さんこんにちは。前回に続きコズモの紹介をしていきます。で、前回は開封から初期設定までをお見せしましたけれども、今回は遊び要素がたくさんあるみたいですので、その中からいくつか皆さんに紹介していきたいと思います。で、アプリ開くとこうやって赤、黄色、青とゲージがあるんですけれども、ここで育成の その成熟度とか信頼度が関係しているみたいです。最初にチュートリアルやるときにそれぞれのメーターがいっぱいになるようにしたんですけれども、こうやってたくさん遊ばせたりご飯をあげなかったりするとメーターがだんだん下がってきたりしますので、その都度見てあげないといけないみたいです。この辺が育成要素がある感じですので、しっかりと面倒を見てあげることも大切になってくるようです。で、今もう選択画面がチューンアップしかありませんので、それを皆さんにお見せしていきたいと思います。おーい、よいしょ。じゃあチューンアップスキャンしてみますね。なんかあちこちびっくりマーク出てますね。一つずつやっていきましょうか。まずはヘッドの調整、下下上下、送信。なんか元気ないですね。チューンアップがあと2箇所必要ですから、まだ元気がないですね。では次、リフトの構成をしていきます。これ一番最初開封動画の時にやったところですね。あの時は意味が分からなくてですね、意味が分からないというか、初期設定の意味で構成っていうのが必要だと思ったんですけれども、単純にこうやって、やらない時間が多いとチューンアップが必要になったりするみたいですね。ちゃんと上下って言ってるんですよね。可愛いです。で、次タイヤを合わせていきます。これでチューンアップは全て終わりましたね。まだ他のメーターも下がってますね。チャージ、これはご飯ですね。はい、これは前回やりました。こうするとキューブの色が全部光って、はい、ここに置いてあげると、これでキューブのエネルギーを体に入れてエネルギーチャージっていうことになりますね。これもう一回ですかね。まだいっぱいになってませんね。振って、はい、もう一回置きます。メーターがいっぱいになりましたね。これで子供も元気になったんじゃないでしょうか。あとはこの黄色いメーターはプレイ、ここからお見せするゲームですね。あ、持てるか。危ないぞ。落ちるんじゃないか。大丈夫？どこまで行くの？下ろしますか？下ろせます。おー、投げました。これキューブが1つ必要ですって書いてありますね。1つそのまま今置いてあるので、このトリックは何でしょう。転がすんですね。は
い、うまくできましたね。今度はキューブは必要ありませんと書いてありますね。これは手を近づけると、おいおいおい、遊んでくれます。反応しましたね。これをそのまま置けますかね、投げるんですかね。まだ置かない、まだ置かない、ん？あ、静かに置きましたね。光り方とかによってコズモのパターン、動きが変わるみたいですけれども、キューブが光り出すとコズモの検知が始まったり、ランプの光り方によってそこからアクションが起きたりするみたいですね。お、緑に光りましたね。助走を取って、失敗しましたね。はい、倒すの失敗。まあ、でもアクションはしっかりしましたね。悔しがってます。乗っけた状態にして、うん、うまく倒れましたね。これも同じくキューブが2つ必要ですと書いてあります。あ、また緑色にランプ光ったので、コズモ反応できたようですね。失敗してますね。またこれ持ち上げることをやる予定だったんでしょうけど、はい、失敗です。持ち上がってません。